皆様こんばんは、チャンネルバシリスクです。今回のですね、サイテス、新しくサイテス入りした、サイテス入りというか規制がかかった、やっぱりカメですよね。アメリカの南米とか中南米、アメリカのカメ、泥ガメとね、沼ガメ、ジャイアントマスクタートルとかね、そこら辺のカメ、あとアメリカヤマガメですか、軒並みカメは厳しくなりました。で、今までもね、結構ね入ってきてたんですけどね、カメマニアの人は多分好きで飼ってると思うんですけど、そんなにね、そのマニアックな感じでね、注目されることはあんまなかったのかなと思うんですけど、にわかにね、こういうことがあると注目されてっていうことがあります。僕はね、この泥ガメとかね、匂いガメ系は結構好きだった、好きなのでいるんですけど、今回でもたまたまね、このサラドロガメですね、北部個体、北部個体って言ってね、この顔の模様がこういう、なんていうかね、綺麗な柄になる個体がいるんですけど、個体中個体群とされてるんですけどね、それが、それがいたので、これメスですけどね、お迎えしてきました。サラゴのドロガメね、国部個体じゃないの、もうちょっと線のようになんないですよね、これ色が、顔が全然違うんですよね、別の種類じゃないかっていうぐらい違います。多分ね、今後ね、こいつらもなかなか、まあ今までもね、好きな人の間でしか注目されてこなかったような感じもあるんで、いいんですけどね、規制されてますますお目にかかれなくなるんじゃないかなと思います。まあ、繁殖個体がね、逆にそれで増えてくれれば飼いやすいですし、いいんですけどね。かなりアメリカのヤマガメもね、だから以前ちょっと紹介したかなと思うんですけど、ルビダヤマガメとかね、ああいうのも、まあもともと全然なんか入ってくるんですけど、そんなにあんま、他のカメほど人気がなかったんですかね、見かけなかったと思うんですよね。これ今まだメンテナンス中で、僕はね、メンテナンスの時はやっぱり、ね、大きい入れ物よりこうやって水をこまめに変えたりね、できるようなね、プラケースとかでね、ちょっとある程度買った方がいいのかなと思うんですね。水槽で買ってもいいですけど、水替え大変なんで、プラケでやって、まあ一匹ずつですよね、最初やっぱり。あとでちょ、まあトロ船とか、水槽重いんでね、水替え大変なんで、あと衣装ケースですかね、ああいうのでやっちゃうと楽ですよね。サラドロガメ、これね、でも CB 出してることもあるんでね、なかなかいいカメだと思うんですけど、うちでもね、卵取れたらなと思いますけど、ただね、このカメね、結構陸場に、ドロガメはね、陸場に上がることが多いですね。ちょっと今ここに出しちゃってるから暴れてますけど、もう餌も食べてるしね、結構あれなんですよね。でね、このドロガメって面白いのがね、特徴としてね、匂いガメとかはないんですけど、ここに、なんかね、蓋するんですよ、蓋。お腹のとこ、ここ。蓋出る、蓋がね、できるんですよ。調和になってて、あんまりやるとかわいそうなんでね、あれですけど、箱亀に
構造が似てると言った方がいいですかね。アメリカ箱がね、あんなやつらに似てます。よーく見るとね、なんか顔も似てるように見えてきちゃうんですけどね。まあ本当は違うんですけど、生態は。なんでこいつら匂いガメとかみたいに水の中でずっと飼うっていう感じではなくて、一応陸場をちゃんと作ってあげないとコラボしたりするのでいけないというのがあります。匂いガメとかもね、陸場っていうか足がかり作ってやるとね、ちょっと休んだりするので、本当は入れとくといいんですけどね。これちょっと今メンテナンス兼ねてこういうので買ってますけど、ここにね流木入れてちょっと休めるようにしてやるとねいいと思います。だいぶ餌も食べてきたんでね、少しトロ舟とかに変更してもいいかなと思ってます。カメってね、結構やっぱり野生のカメといるじゃないですか、日本にも。ああいう同じ感じでね、背中はやっぱり温めてあげた方が元気になるんでね。で、大きくなります。やっぱその方が代謝が上がるんですかね、うん、あんまりその水の中でずっと飼ってるとやっぱね、体温がね上がらないんでね、あの代謝が悪いんだと思うんですよね。ということでね、今回のサイテスの注目のカメですけど、ちょっとこういったものもね紹介していけたらなと思います。これは北部個体。まあもともと入るだろうってずっと言われてたんですけどね、北部個体です。ドロガメ、あとねジャイアントマスクタウトルも入っちゃったんですよね。あれもねちょっと結構 CB って言ってちっちゃいのが結構売ってるじゃないですか。ああいう感じなんですけどね、あれ結構好きなカメで、ここら辺泥ガメとか匂いガメですね、大匂いガメとかですね、腹掛けとかね、サルビンとか、そこら辺もまあなかなか手が出にくくなるのかなと思います。まあでもマニアの人はねそんな関係なくねあれしちゃうのかなと思いますけど、ということで今日はちょっとカメ、トロガメですねの紹介でした。これのねこれからちょっと育てていこうかなと。まだもうちょっと大きくなるんでね、これは今12センチぐらいですかね、もうちょっと大きくなります。ということで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネルバシリスクでした。